二人暮らしの夜ご飯。まずはお味噌汁の準備。だしパック使うよ。沸騰するまで中火にかける。沸騰したら3分ぐつぐつ。ネギと豆腐をカットして。だしパックは取り出しておくよ。次はほうれん草のおひたし。茎を落として洗ったよ。お湯が沸騰したら、根元から茹でる。葉っぱもしんなりしたら、お湯を切って水にさらして冷えます。栄養を逃さないために、すぐにザルにあげるよ。水気を切ってカットする。お皿に2等分に盛ったら、ポン酢と鰹節かけて完成。お味噌汁の仕上げするよ。なめこ豆腐、ネギ入れて、味噌加えたら完成。味噌入れたら沸騰させないのがポイント。最後は鰹のたたき。スライス玉ねぎ用意するだけ。空気にさらして辛み抜きする。ソースは後で、盛り付けして完成。北海道で買った瓶ビール開けて、乾杯。大満足の夜ご飯だったよ。